新鮮。作るのは多分1回目です。自信のほどはいっぱいあります。食べるのは得意。で食べるのは得意なら、もう大体作り方も味わっていけると思います。指切りせん切りなさな。結構大きめにするんですね。はい、そうですね。好き？はい。アメリカね、トラックがでかいし、家もでかいし、ポテトの切り方もでかい。ネギ、あ。どういう感じ？早い早い早い、ちょっと煮込むからね。アンドリューの好きな広島のエリアはどこですか？好きな広島のエリア、まあ不動産で働いてるから。そうでしょ、スペシャリストだから。まあ結構好きなエリア多いんですけど、僕いずれ住もうと思ってるエリアがあるんです。どこどこ、すごい好きで、東海市。東海市か。東海市と土橋の間ぐらいですね。なんで？東海市はね、本当に安くて、レストランも多くて、市内からそんなに遠くない。おしゃれなカフェも多くない？多いんですよ。そういえば前の YouTube ビデオで東海市コーヒーを紹介したんですけど、そこすごい美味しくて、歴史も面白い。ちょっと手足りないのでちょっと混ぜてもらえますか？じゃがいも。じゃがいも。はい。材料は本当カレーみたいだね。イタリアトマト。はい。じゃがいも。アメリカンスイーツコーン。おお。チーム。スライス。はい。はい。美味しくなーれ。マッシュルームクリーム。これでちょっと不思議な色になっちゃう。これ本当に合ってるのか。味見をさせていただいてもいいんですか？もちろん、はい。すみません、これイタリアの料理ですか？これはアメリカ。イタリアトマト。イタリアトマト。ほいじゃ、広島弁講座を始めようか。水針、水針が刺さった。標準語ではトゲ、英語ではスプリンター。もう一回言いましょう。水針が刺さった。あ、痛い。ダメじゃろ。嘘。